時刻は午後3時半を回りました。あやらじの時間でございます。この番組はこの方が MC です。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。水曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。スナックあやのママあやです。割とまともな入りでしたね今日。あ、本当ですか、はい、ちょっと大人になりました。大人になりましたね。噂によるとこの急な界隈の噂があるんですけど、ギヌマンのね。はいはいはい。なんか二日酔いという。昨日も中野町で、はいはい、ヘベレケに、はい、飲んで、はい、踊って、そうですね、楽しんで、はい、今日はまたぶっ飛びの洋服ですけども。そう、めっちゃ普通ちゃう。普通じゃないよ。今日地味やけど、頼むから出さないでね。放送もうできなくなっちゃうから。保証はできません。保証はできません。はい、そうっすか。ソーリー。ソーリー。はい、このように、ですね、この番組は破天荒のあやさんがですね、いろんな話をしていくという番組なんですけども、あやらじでございます。どうですか、この1週間。1週間楽しんでますか。あ、1週間結構あれだね、忙しいね。なんか忙しいらしいですね。忙しいのよ。どうしたんですか。わからん、なんか地球が動き始めた。あやさんの周りで。はい。あ、そうですか。はい。なんかほら、忙しくしたくないみたいな話も知ったじゃないですか。そんな話したっけ。なしてないっけ。なんかこう、なんていうの、スーパーニートでいたいみたいなことを言ってたじゃないですか。そうですね。うん。収入はないんですけど忙しいです。出費しかないんですけど忙しいです。なるほど。大変だね。ただスナックは本当に1日限定で開けるという。はい、6月17日金曜日。6月17日、何時までやってる。2部制なんですよ。うん。入場が、うん、8時入場、うん、で次が10時半入場。ほうほうほう。で2部制です。俺別のとこで飲んでるんですよ。なんでその日。あ、お約束があって。意味は。で10時半から行けるんだったら行きますね。あ、はい、はい、お待ちしてます。どうせ夜通しやってますよね。いや、そんなことはない。帰ります、ちゃんとシンデレラタイムに。嘘つけよ。なんで嘘つくんですか。はい、まあまあこんなね、あやさんと今日もゆるく話していきますが、今日テーマがあるんですよね。はい、じゃあテーマいきますか。待ってよ、今日のテーマこちら、プロポーズ大作戦。はい、プロポーズ大作戦ということで、あやさんは結構プロポーズでいろいろとあるということですから。そうですね、涙涙涙の思い出しかありません。すごいよね、女性でこのプロポーズ大作戦っていうのはね。そうだよね。うん。本当はされたいんだけどさ。あは。はい、皆さんぜひね、コメントメールお待ちしております。メールアドレスが797@fmginoan.com です。ツイキャスのコメントも結構来てるので。あ、そうなの。はい、後で紹介していきますね。うん。さあ、この後、4時まで生放送でお送りするあやらじ、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは CM の後プロポーズの話いきたいと思います。見えてない、見えない画面。はいはいはい。あ、本当だ。短い。何が？何が、愛くん。何が短かった？今日二人ともでもゴージャスな格好してるね。ん？二人とも。三振の人？うん。一緒に来た。可愛いでしょ。
今日病室連れてったわけ。ちょっとここほらやっぱりクレームが。あやらじでございます。今日のテーマはプロポーズ大作戦ということで、ちょっとコメントから引っ張っていっていいですか。はい、お願いします。やんばるくんいなさん、あやさん、やまぴー、こんにちは。こんにちは。いっくんさん、あや姉さん、お久しぶりです。おひさむさしさん、あやさん、みきさんの山内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオ生放送お疲れ様です。あやさん、先日のフリムーンラジオのゲスト出演お疲れ様でした。面白かったね。あの夜は面白かったね。お最高や、あの二人のあの何喧嘩具合だからね。マジで喧嘩してたね。逆にちょっと待って、え、どうしたらいい私っていう感じだったんだけど通常営業らしいから。いやいや、あ、違うの？あんなにならないよ。え、ほんと？うん、ほんと。マジ？うん、全然通常じゃない。何が起きてたの？まあね、もうしょうがないっすよね、あればっかりは。そうなんだ。うん。武蔵さんから続いて、あやちゃん、上品な感じで、登場いいですね。でしょ？上品だよね。でも山内さんがさ。違う、これ胸元だって見えてないんだもん。いや、下品とは言わないですよ。山内さんが下がコロナ目線でしか見ないから。いいよ、そういう。まあいいんだよ。これでもしょうがなくない？下心の目線で見てもいい衣装でしょ、こういうのは。うん、そうそうそう。見られるための衣装。そう。うん、それで OK です。もうね、こぼれそうなんですよ。そうでもないけどな、今日は。はい。はい。ひふみさん、ごくんちょ。ごくんちょ。はい。武蔵さん来てますよ。8歳で初恋の相手に告白したけど、玉砕され続けて現在に至る。プロポーズのプもないし、プロポーズすることもなさそう。え、何歳なの？ナウ。ナウ多分40ぐらい。待って、思いで引きずりすぎでしょ。ただいろいろとこう玉砕し続けてるんですよ。8歳ででしょ？8歳の時にでしょ？うん、うん、あ、8歳だけじゃないですよ。あ、8歳だけじゃない。あ、そういうことね。そう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 。あ、でもいいよ、そういうの大事だよ。玉砕されても前に進もうぜ、うん、はいはいはい、そうですよね、うん、玉砕なんて怖くない。もう玉砕されすぎて、うん、分からん、なんか断られ、俺お前に断ってるけど理解してるってみんな思ってるかもしれない男たちはそうですね、はい。シュプリームさん来てます。こんにちは。あ、セクシーなお姉さんだ。あ、なんか久しぶりだね、シュプリームさんって。多分前あっちに来てたよね、フリムン。ああ、そうなんだ、うんうんうん、はい、どうもありがとうございます。はい。ということで今日はテーマでプロポーズ大作戦ですが、はい、あやさんはプロポーズ、じゃあまずはされた経験は？ないね。されたことはない？ない、ない。あら、なんかちょっと何も言えねえってなりますね。さすがにフォローもできないというか。なんて質問の仕方が悪い。あ、そうですね。逆にじゃあプロポーズしたことっていうのがある。何度かあるんですか？何度かある。何度かあるの？うん、あ、同じ人に何度かとか。なるほど。え、じゃあそのプロポーズのエピソード教えてもらっていいですか？あの、私がですね、はい、過去人生で一番愛した男なんですけど、はいはいはい、まあ、付き合えてある程度してから、うん、もう結婚の話もし始めてて、はいはいはい、お互いね、はい、お互いに、はいはいはい、あの、いつね、まあ、いついつぐらいには結婚しようねみたいな話をしたんですよね、うんうん、はい、でまあまあまあ、言い始めたのは言い始めたんですけど、まあ、なかなか、うん、なかなかプロポーズしてくれない日々が続きまして、はい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 、はい、で私はいつされるのかな、いつプロポーズされるのかな、うん、いつここのね、薬手の薬指ね、薬指に薬手あ
のね、大きなダイヤのついた指輪が、はいはいはい、ね、ハマるのかなっていうのを楽しみにしてたんですよ、うん、はいはいはい、でももう本当に人生で一番愛した男ですから、はいはいはい、もう彼とのもうこのプロポーズ、結婚生活っていうのを毎日夢に描いてた、まあはい、20代後輩の後半の私ですね、はい、おー、なるほど、はい、で、ある日ですよ、うん、待ち焦がれてたある日、彼から、うん、あや、今週の土曜日は予定空けといてね、うん、おー、でもね、付き合って一度もそういうセリフを言われたことが基本なくて、うん、え、どういうことですか？あ、で、なんか付き合う前は、うん、あのいついつデートしましょう、いついつデートしましょうっていうのあったんだけど、はいはいはい、付き合ってからは大体基本週末は一緒にいるっていうのが前提で、うん、お互い予定が入るんだったらこの日はちょっと遊びに行く、友達と遊びに行くから会えないよとか、あ、はい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 、っていう会話が基本だったんですね、うんうん、だからもう土日一緒にいるっていうのが前提なのかかわらず、うん、当たり前、土曜日開けといてねって言われて、なるほど、これ何かありますよね、そう、何かあるさ、あるあるある、おーと思って、あ、もしかしてと思ったんですね、改まってね、はい、うん、で、あのその後にディナー予約したから、はおー、はいはい、これもなかったわけ今まで、あ、ディナー予約するなんてことはなかった、なかった、そういうことがあまり得意な男性ではなかった、ディナー予約するのが得意じゃない男性っていうのもちょっとどうかなと思います。初めてだったわけですよ、そういうディナーを予約してるよっていうセリフも、はい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 、ね、はい、あの一緒に居始めて、まあ、1年ぐらい経って、これはもう何かありますね、何かありますでしょう、うん、でですね、うん、まあ、当日、はい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 、当日ですよ、もう私はもうウハウハですわ、うん、そしてあのグループラインで、うん、あの女の子の友達たちに、うん、はあ、もうついに今日プロポーズされます、うん、もう宣言しちゃった、はい、みんながわーみたいな、はい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 、やっとあんちゃんプロポーズするんだねみたいな、はいはいはい、あんちゃんっていうニックネームの子だったんだけど、あ、その外人さんね、はい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 、あと、いや、もうついにだねって、だからみんなも待ち焦がれてたわけ、はいはいはい、私がプロポーズされること、女友達もみんな、そうね、あやさんにはもうみんな幸せになってほしいと、いろいろあったから、そう、いろいろあったから、そうそうそう、でわーって言って、はい、で彼のお家、じゃあ彼の家が何時にお家に来てねって言われたから行ったんですよ、うん、ほうほうほう、そうすると、うん、ドアを開けましたところ、はい、なんと美しいお部屋、おう、もうさ、掃除もできない男だったわけ、はいはいはい、いつも本当ひどい時は、うん、もう、あ、ちょっと待って、あの服を避けて、ゴミを避けて、とかっていう感じで歩くぐらい、はいはいはい、本当に乱れるとき超乱れてるわけ、うんうん、それがピカーン、もうクリーンな、もう空気がさ、すごい漂ってて、美しい部屋なんですよ、はいはいはい、あ、もうこれは本当にこの人覚悟決めたんだと、なるほど、そして最後ですよ、うん、彼のカウチ、あのソファーの上には、はいはい、彼が今夜着る洋服がしっかりと、うん、用意されてたわけですよ。なるほど。それも一丁羅の、はいはいはい、はい、もう今まで見たこともない、うん、もうもうね、紳士的なお洋服で清潔感のある、これはもう本当に今夜決まったなと、決まったなと、はい、それは思いますよね、はい、思いました、うん、はい、そしてですね、まあ彼、ほら、困って、何これでね、今日どこに行くのって言ったら、今日那覇で予約してるよって言ったから、はい、カデナから那覇に、はい、向かいました、うん、するとですね、カデナから那覇に向かうと58号線走ってます、走ってますね、58号線走ってると、うん、牧港のあたりに、うん、大きい牧港の交差点のところに、はいはいはい、パチンコ屋さん、はいはいはい、マックが、ね、マックがある、はい、うん、マックが入ってるパチンコ屋さんがありますね、はい、そこに車を止めたんです、あ、その駐車場に、はい、おうほうほう、え、待って、マックちゃうよなまさか、さすがマックはないでしょ、いや、アメリカだから分からんさ、いや、一丁羅来てるのに、一丁羅来てるのに、はい、だってマックなんだもん、目の前がマックかパチンコしかないんだもん、はい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 、はい、で、え、ちょ、え、ちょ、え、待ってみたいな、うん、まさかの、まさかので、そしたらね、彼が降りて、 あっち側だよって言って、あの58号線を渡って反対側を指さしたんですね、あ、なるほど、さすがに、さすがにマックはないぞと、はい、うんうん、ないですね、はい、あ、よかったと思って、うん、あ、なんか素敵なレストランがあるんだろうな、うん、プロポーズにね、似合う素敵なね、夜景の一望できるレストランがあるんだろうな、うん、と思ったんですよね、はいはいはい、そして、はい、歩きました、うん、そうするとここだよって指さした建物が、うん、ニンニク、はい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 、ニンニクの絵が結構リンクリンね、
はいはい、そうです、居酒屋の、はい、そうです、うん、ニンニク居酒屋ですね、あっちゃう、あ、はい、ニンニクの絵がね、可愛らしく飾る、あの描かれているあの建物ですね、はい、はいはいはいみんなよくわかる、はい、アリンクリンですね、はい、他弁やばいな、他弁だ、でもほら外人さんですから、あ、そうそう、だからニンニク好きなわけよ、そうそう、しかもあそこはもしかしたら一流レストランに思えるかもしれない、あ、アメリカあたちからしたらね、アメリカあたちからしたらはい、はい、そしてですね、うん、店内に入りました、店内に入りますね、はい、あ、で彼が予約してる何々です、うん、ということで、あ、お待ちしておりました、お連れ様すでにお待ちでございますお連れ様あれお連れ様って誰、え、両親アメリカから来た、そう、そのパターンかもしれないねマジお連れ様って、マジ待って、よくわからんさ、まずアリンクリンの時点で、うん、は？待って待って待って、居酒屋みたいな。でもほら、アリンクリンはまだ分かるじゃないですか。本当に あれは、レストランに間違えたかもしれない。あ、まあ、分かるもんね。アメリカたちからしたらね。そう、だから、まあ、ちょっとアリンクリンに入った時点で、うーってなった後に、お連れ様お待ちです。うーみたいな感じですよ。はいはいはい、そして店員さんがね、うん、あの案内するわけですよ。はいはいはい、奥の席に、うん。そうするとですよ。っていう案内されてテーブルに、うん、男と女が座ってるわけですよ。ほう、男と女、はい、どれぐらいの男と女ですか。あー、年齢、うん、年齢も多分彼と同じぐらい。あ、そうなんだ。はいはいはい、まあ、彼は私の4つぐらい下だったんだけど、ほら上官のあれかもしれない、上官って何、思ったんですよ。上官って何、彼の上の人の、あー、上司、そう、上司の前でプロポーズするよみたいなね、うん、あ、なるほどね。ではない。なかった。ではない。ではない。お、はい。誰ですかって言ったら、え、まず、お前ら誰って感じだ。私からしたら、え、お前ら誰知らんけど、みたいな。はいはいはい、はい。そしたら、彼が横でね、うん、満面のね、うん、もう少年のような、ピーターパンのような、はい、満面の笑みで、うん、サプライズ、お、はいはいはい。まさかそのカップルから指輪が。ダイヤの指輪があ、そういうオチ、そういうオチじゃないの、はい、今日は、うん、ダブルデートだよ知るかって言ったはい、ダブルデートだったらしいもう分からんね、マジ意味分からんか、なんでダブルデートでさ、あんな一丁ら切るの、だからさ、お前あっちの女に惚れてるのかって思うぐらいさ、こっちからしたらなるほど、でもさ、ほら二人には悪気はないさね、うんうん、だからまあそれはテーブルね、あのご食事中は仲良くお食事をしましたはい、はい、しましたね、で終わってから二人とバイバイした後に、はい、あ、はいはいはい、あ、その後かもね、ああ、いや、もうないっしょもうないっしょ、もう何も期待しないさ、引っ張れないね、もうね、だけどさ、58号線渡るときにさ、うん、こうやってあの左手上げてさ、はいはいはい、今日ここにダイヤの指輪がはまると思ったんだよねって言ったわけしたら、あ、なんでなんでみたいな、はいはいはい、あって、レストラン予約したの初めて、うん、前もってこの日開けててねって言われたの初めて、うん、で、あなた今日新しい服着てるよね、うん、こんなこと今までなかったよって言ったら、だってダブルデートがめっちゃ楽しみだったわけ残念。これをさ、うん、とっても可愛い顔で言われるわけ。もう、ああ、もうキュンキュンしちゃった。キュンキュンしたっていうか、もう怒らないさ、うん。こんなさ、もう本当に楽しみで楽しみで、うん。僕はもう本当にこのボーイズと二人でね、うん、ボーイズ、この男友達が一週間前に彼女ができたと。はいはいはい、はい。で、二人で喋ってる時に、うん、なんか盛り上がって、うん、ダブルデートしようぜってなったって。はい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 。でもアメリカってさ、結構やっぱそういうデートとか、うん、そういうダンスパーティーに誘うとかってすごくなんか盛んじゃない？はいはいはい、はい、だからあんたでもその時彼もまだ25、もう25とかだよ、うん、あんた今までダブルデートぐらいしたことあるっしょって言ったら、うん、初めてだったらしいわ。へえ、そうだからとっても楽しみで、はいはいはい、楽しみで一緒に2人でレストラン見つけて予約して、まあ、なんかはい、レストランでアリンクリンねアリンクリンの中でめっちゃ浮いてたんじゃんもう浮くっていうか怒りしかないよねそしてプロポーズは、はい、されなかった、されなかった、はい、あやさんからは、うん、その後もだから結局、うん、
まあ、半年ぐらいね、うん、もう、プロポーズをしないもんだから、はいはは、怒り狂って、お前はいつプロポーズするんだ、みたいな。はいはは。ので、あの、喧嘩風にプロポーズは何度もした。むちゃくちゃだな。はい、はい、面白かったです。これが悲しきプロポーズ大作戦事件でした。じゃんじゃん。どこが大作戦なのかちょっと分からないんですけど。はい、いっぱい来てるので紹介していきましょう。はい、シュプリームさん、まともなプロポーズをせず2回結婚しました、うん、2回目なんて今の嫁と離婚届と婚姻届を同時にもらいに行きました、うん、これ多分かぶってるっていうことなんでしょうね、奥さんと。元嫁との離婚届、そして今嫁との婚姻届を同時に進行したと、うん、おー、なんとも、あの、お盛んな男性だね。シュプリームさん、お盛んだよね。武蔵さん、恋愛のプロのあやさんに質問。いいね。女性って男性に求める条件って、トム・クルーズや福山みたいにめちゃめちゃイケメンで資産100兆以上、大金持ちな男性を求めるのですか？お金と容姿しか興味なく、中身とか見るイメージめっちゃ感じないけど、中身とか見るイメージめっちゃ感じないけど、実際はどうなんですか？ということです。調査、あ、まあ、女の子によって違うけど、やっぱね、あの、お財布が優先っていう女子って、うん、やっぱり公務員だと理想とかね、まあ、言い換えてある通り、金持ちだと理想ってなるじゃない、うんうん、私はあんまそこは正直どうでもよくて、だから今まで別にめっちゃ金持ちとも付き合ったことないし、うん、そう、だいたい現役軍人だからね。自分でシャネルとか買うしね。はい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 。そう。で、私はね、やっぱね、なんか熱い男が好きだね。あれですよね。見た目オンリーなんですもんね。まずは見た目よ。もちろん、うん。まずはね、好きか嫌いか見た目から入って、うん、だけど、だから、先週ほら、ちょっと一回唇が触れ合った、はい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 、パイロットのイケメンと出会ったって言ったさ。あれはもう全然もうないね。ない。別にイケメンだし、パイロットっていうのもすごい肩書き。今世の中が言うさ、イケメンで、いい肩書き持って、はいはいはい、ちゃんと資産持ってますよ、男性だったけど、うん、全然興味、なんかもう、はい、ありがとうございました、またね、バイバイみたいな感じ、全然また会いたいもない。じゃあ何が大事なんですか、武蔵さん、多分そう思ってるよ。私はね、私は、一番、うん、まあ、この男子、この子も正直そこまで、もう、この、今の子なんて、やっぱ大体月末お金ないからデート行けないって断られるわけ。はい、相当なダメ男じゃないですか。してで、これは何が良かったの？この子は何が良かった？でも、いつも褒めてくれた。可愛いね、綺麗だね、セクシーだねーって、はいはいはい、で、頭いいねーって唯一言ってくれた人。あやは頭がいいから何でもできるよーって、うーん、私はいつも褒めてくれた。それが一番上手だった。私のお母さんをめっちゃ大事にしてくれた。お母さんは、お前なんか別れでとか、これもさ、身長185センチで、ちょっと小麦色をした、うん、あのアメリカだよ、うん、がうちに、実家に何回か来たんだけど、そのたんびに喧嘩してから、うん、なんか娘はやらんみたいな。怖っ。で、お母さんでも150センチもないちっちゃいわけ。上見えは、なんか 見渡す見上げる。見上げてから。はい、アメリカと喧嘩してたよ。だけどそれでも今でも連絡来たらさ、お母さん元気って、うん、とってもいい子なの。あ、じゃあ心に惚れた。心に惚れた。うん、とっても綺麗な子だった。だから純粋なの、本当に。ああいうの、うん、なんかちっちゃなことでも喜びに感じるし、はいはいはい、ダブルデートでもなんかキュンキュンしちゃうような、ちょっとピュアな男の子だった。じゃあそういう、なんていうのかな、心が良ければ見た目はもう関係ない。関係はある。見た目関係は、だから、体は鍛えようぜって思う。なるほど。今、世の中の男性に、うん、結構強く言いたいことは、うんうん、顔はさ、もう生まれ持ったものだから、はいはい、はい、どうしようもないですよ、ね。どうしようもない。まあ、眉毛は整えようぜ。髭、うん、とかね、眉毛とか髪の毛は、整えようぜって、うん、2週間に1回美容室は行こうぜ。はい、あとは、はいはいはい、ジムには週に1回行きましょう。体を鍛えろと。うん。もう、ダメ。体、
鍛えるだけでも、うん、やっぱ魅力的男として。確かにね。うん。うん、私、大きい背中大好きだから、はいはいはい、これはね、なんかちょっとみんな、もうちょっと大きい背中持ってほしいなって思う。なるほど。うん、どうでしょうか、武蔵さん。体鍛えてみてください。はい、お願いします。そしたら、振り返る女性もいるかもしれない。うん、うん、そうそう、ハグするよ。え、あやさんが。うん。オッケー。あやさんがハグするって、うん、整形手術しれとかは言わないって、あやちゃん優しいですね。いや、日本人って綺麗な顔なんだよ、女の子も男の子も、うん、そうですよね。そうそう、なんかアメリカとか欧米人に憧れてるけど、多分ね、だから顔はあんまり関係ないと思います、うん、関係ない関係ない。さあ、あやらじ、もう早いね、早い、1時間にしてください、今度から。さよなら、また来週。バイバイ。早いな。早すぎて読み切れなかったね。はい。すいません、皆さん。本当、武蔵さんね、もっと闇抱えてるからね、ちゃんと、こう、あやさんに、バコンと、言ってほしかったんだけど。何を？武蔵さんは、沖縄の女性が、あれって思ってるわけよ。そういうイケメンとか金持ちじゃないと振り向いてくれないって思ってるわけ。あ、でも大変、まあ、女の子はやっぱ、お金は男性に求めるよね。それは仕方ないと思う、女性はそれだけ。仕方ないけど、でもそれで希望を失っちゃうか。そうそうそう、金じゃないですから。そうそう、金ではない、確実に金ではない、顔でもないです。 その次に私が愛した男なんて無職になったからね、ジョフ・ベゾスを目指して。ミリオネアを目指して、その後出会ったら無職になったんだ。そうなんですよ、そんなもんですか。それでそういう男に惚れるんですよ。次回の放送は来週の水曜日でございます。次回何しようかな。何じゃ じゃあリクエスト、じゃあツイッターに、うん、私のツイッターに 何のテーマがいいかリクエスト送っててください。はい、これまだ放送されてるんだよね。うん、年収100億円とか逆に稼いでしまったらなんか生きるの辛くなると思うぜ。そうだぜ、うん、しかも稼げる人なんていないからね、ジョブ全世界で。だから武蔵さんが今まで振られてきたのは別で原因があるんです。そうだね。いいね、お悩み相談室好きかもしれない。どんな需要ない？いや、需要はあると思いますけど、俺は心配しかない。あ、私に相談したら。大丈夫かなって思っちゃうね。いてて、はい、バイバイ。バイバイする。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあツイッターにリクエスト送っててください。テーマのリクエストね。テーマのリクエストね。はい。振られ